で切り抜いてですね、こうセームスケールで持ってくると、そのビトラの、まあ、図面とかはありますので、ね、それが大体どれぐらいの大きさになるか、まあ、いうことが確認することもあります。あと、まあ研究室でやっているのが、まあ、最近少しずつやっているのがですね、まあ、こういう GIS のデータをこう取り込んだりですとか、それからこれは昨年と今年のですね、気温の比較と、まあ、いうことで、まあ、地球上にこう画像をですね、まあ、貼り付けたり、まあ、いうようなことを機能としては始めているということです。まあ、Google、ちょっとこれから YouTube が出てきて、またさらに次どうかなという話もありますけど、まあ、特にその一時期ですね、マイクロソフトからどんどんこう Google に人が移ったんですね。で、非常にその中国でその力を持っているですね、このカイフリーさんがそのマイクロソフトから必ず移らんやろうと言われてたんですけど、移ったんですね。で、その時にその、まあ、述べた一言っていうのがこういうことです。若さとか自由とかですね、それから透明性とか、それから新しいモデルを持っているとか、それから一般の人々の利益のことを考えているとかね、それからまあ信頼を勝ち取るためにその信念を持って仕事をしている。まあ、この辺が Google の奇跡じゃないかな。まあ、いうような言い方をされています。先ほどのちょっと最後ですけど、Google Earth の GIS のデータですね、ちょっと見ていただきたいと思います。まあ、この辺ちょっとテキストの方にも書かせていただきましたけど、最近になってですね、ウィキペディアとこう連携したりですとか、またその場所のですね、パノラマの映像をこう表示したりですとか、まあ、いろいろこうバーチャルの上で 3D とですね、まあ、それに付随する情報、それがこうリンクされるようになってきていると。で、いろんなこうサービス、まあ、小牧さんで言いますと不動産業とかですね、そういうサービスがどんどんこう出てきているなというところになります。これが世界のですね、温度の前年比と、まあ、今年はちょっと暖かいですけども、まあ、今年の暖かさが異常なのか継続的な変化なのかというところはまだありますが、まあ、これは前年比のですね、分布ということで、赤がですね、前年より高いで、ブルーがですね、低いというようなデータです。で、こういうところをまあオーバーラップしてみることで分かると、ね、それからこれは一つ GIS のデータをやってみたりしたんですが、まあ、世界で日本のですね、乳牛のその塩糖質ですね。で、こういう、まあ、判例をですね、こう貼り付けて、で、あとその数値に応じてですね、こう高さを、表示を変えるということもできるわけです。まあ、北海道はすごく高いということがわかる。それからこれは何のデータかちょっと忘れたんですけど、ブラジルのですね、あるところの、あるデータです。まあ、Excel からですね、持ってきまして、それで KML っていう、まあ、ファイル形式になるんですけども、それで変換して、まあ、表示をしたりとか、それからこれは州別ですね、ブラジルの州別のデータになります。まあ、こういうものを少しずつやっている、まあ、そういう状態。で、まあ、こういうものを Google Earth のツールとしてこう使いながら、まあ、私らがですね、今一つ取り組んでいる事例をですね、紹介しますと、高松でですね、四女パティオという、まあ、競技会を作りまして、そこで、広場のデザインやろうと、まあ、いうようなことを進めています。で、まあ、大きな特徴としましては、この下に3つ、挙げているんですけども、まあ、競技会がですね、主導型で、まあ、広場のデザインやろうと。まあ、要は雇用危機のためのですね、ワークショップをやるんじゃなくて、地元がですね、お金を出して広場を作ろうということです。まあ、裏を返すとですね、行政がお金がもうないんですね。で、維持管理にもお金が手いっぱいに回ってしまって、もう新しく作るお金がないと。で、ただ住民はですね、やっぱり作りたいということで、なんとかこう工面をしてですね、やっていこうということです。それからもう一つの面白いトピックとしては、まあ、広場っていうのはですね、概念としては日本じゃなくて、
まあ、公園とかですね、道路用地だったりするんですね。で、ここは道路用地なんです。で、道路用地にそのこういう、意向をですね、道路というのは通行するためのものですから、人が滞留することは困るという考えがありまして、そのパラソルとかをですね、こう設置するということが、社会実験としてあるんですけども、常にこう立っている例というのはまだないんですね。まあ、横浜でようやく一件始まっているところです。で、なんとかここでその、まあ、日本で初めてですね、パラソルを常設するということをやっているのということです。で、それをやるために、その住民の方は特にですね、まあ、時間もないし、まだその専門家でない人が多いですから、まあ、その空間の検討をですね、VR を使ってやろう。それからプロセスの支援ですね、これ時間軸の支援になるわけなんですが、これをブログで使ってやろう。で、要は VR の3次元とブログっていうのは時間軸を扱いますから、4次元をですね、扱いながら、継続的に支援していく。まあ、そういう考え方をここで当てはめてみました。まあ、ご存知のように高松って言いますのは、あのアーケードがですね、実は日本一長いですね。2.7 キロあります。で、ただ、あの街中っていうのは、やっぱりこのピーク時の半分になってきてまして、で、今日でもこの棚みたいなです、ね、商店街でもですね、やはりその空き店舗が出てきてるんですね。で、ここでもその10年前の3倍ぐらいのですね、空き店舗率になってます。まあ、大体5軒に1軒ぐらいですね、空き店舗。で、さらに地価が上がることで、その生鮮食料品とか単価の安いお店はですね、出せなくなるんですね。ですから高級ブティックばっかりがこう並んで、歩いててもですね、服を買う以外にはですね、行きようがない。まあ、そういう街になりつつある。で、加えてまあ郊外にですね、これはどこでもそうですが、大型店ができてて、で、また港の方にも新しい施設ができて、それで今はですね、あの大規模小売店舗の面積としては日本一という状態になっています。で、最近、まあ、コンパクトシティとかって、まあ、言われるんですけど、まあ、コンパクトシティが、当てはまるのかどうかちょっとまだ私もわからないところがあります。というのは自分自身がコンパクトシティの中に住んでないからですけども、やっぱりでもよく考えてみますとね、あの街中を大切にしないといけないなという時代に来てますね。人々がこう減ってる。で、行政はお金がない。で、行政がお金を集めるその収入源として、まあ、一つは固定資産税があると思うんですけど、面積、高松の例で言うと、面積としては全体の 7% しかないんですけどね、中心市街地っていうのは。ただ固定資産税で見ると4割を占めてるんですね。で、ここは、ここの人らがですね、乗いてしまうと、もう市が成り立っていかないという状態になります。で、さらにまあ郊外にですね、新しいその、道路を作って、下水を作って、水道を引いて、ガスを引いてしますと、社会基盤整備のお金がかかる。で、一発物のお金整備じゃなくて、そこから維持管理にですね、お金がかかって、行ってしまうと、まあ、いうことがあって、いかにその郊外型のですね、開発を抑制しながら、中心市街地にですね、人々を戻していくかと、まあ、いうことが本当に課題になっています。で、まあ一つやっぱり行って面白いんじゃないかなと、まあ、いう街にですね、していかないといけないということで、元気な街づくりっていうのをですね、地元から発信していこうというのが、まあ、一つの方策じゃないかなというふうに言われています。で、まあ、あのこの高松の四丁パティオっていうのは、商店街の南側のその核となるような場所なんですね。まあ、核といってもその500平米ほどですね、非常にちっちゃな広場なんですけどね。で、そこにその商店街、3つの商店街がこの南新町と玉城と常盤街のですね、常盤町の、商店街が結節するような場所に、まあ、ありましてですね。で、広場。だってまだこういうふうな雑多な状態ですから、なんとかまあ、あの皆がですね、こう使えるような広場にできないかなという計画を進めています。で、まあ、関係者を整理しておきますと、まあ、この四丁パティオ協議会というのが、まずお金を工面して用意して、で、県と市に補助をもらって、広場を整理しようとしています。これ事業主体ですね。で、この、最高意思決定機関というのはこの会員総会になりまして、で、まあ、この会員総会ではなかなか意見がですね、出にくい状態にはあります。まあ、こういう方が、理事長クラスの方が揃っていると、なかなかアイデアが出しにくいということがあります。また若い人が物を言いにくいということがあります。ですので、別にこの広場運営委員会というものを作りましてですね、それで、若手中心の下部組織を作ります。で、こういう、まあ、広場を作ろうと思うと、まあ、高松の道路課ですとか、商工労政課ですとかね、あと、まあ、警察とか、まあ、消防とか、まあ、この辺の、許可をですね、取らないと整備ができないというところになります。
で、私たちはそのまちづくりのコンサルタントの方とですね、一緒に、プランを、作成したりとかですね、それから、検討会議のコーディネートをしたりとか、それから、専門的なですね、関係者協議をしたりですとか、でまた、3次元とかブログのですね、システム開発をやったりとか、こういうことをしています。デザインの概要ですけども、今これ現状ですね、プロットしますとこういう状態になりまして、電柱とか交通標識とかですね、あと看板類がたくさんとあるんですね。でそれをなんとかこう引き算して、整理しましょうということです。で、広場ですけども、その両サイド、これが今最終的な図面なんですけども、両サイドはですね、こう通行スペースとして、車とかですね、人が通れるようにしておきましょう。で、真ん中はですね、これ通行スペースということで、パラソルを置いて飲食ができるように今しましょう。こういうふうに今考えているところです。で、もう一度言いますと、道路用地にですね、今のところでそのパラソル設置というのが認められているということがあります。で、これは道路法の関係がありまして、民間がですね、こう特に整備をして、置こうとする場合ですね、市の道路課には、専用許可を取らないといけない、で県警には使用許可を取らないといけない、いうことです。で、初めて今もう2年ぐらい経つんですけども、紆余曲折ありましてですね、もう初めは全然あかんと言われてたんですが、とりあえず道路課もですね、考えてくれて、なんとかこの方向まで今来ています。要はそのパラソルがですね、掘ろうとしてやったら認めてあげましょう。要はバスシェルターですね。だからそのパラソルって普通はこう単独で独立してですね、それぞれこう立ってるもんやと思うんですけども、連続してないと掘ろうとは言わない、要は雨よけにならないと、いうことで繋がっとかなかった、僕はちょっと問題なんですよね。でもう一つはこれは絶対言われるんですけど、固定しなさいと。これは取られたら困るんじゃなくて、移動された時につまずいた時に誰が責任を取るねと、いうところから始まるんですね。でただ設計上難しいのは、固定をしないといけないけども、イベントの時には取り外して広く使いたいということ。それからまたその店の軒先でしたらね、店員さんが毎日こう開閉をするんですけども、ここでじゃあ誰がするかということもあります。それからテーブル、こういうふうなテーブルが必ずパラソルの下にはありますよね。ただテーブルっていうのは、道路法 の, その専用化項目に記載がないのでダメですというふうな言い方をされています。でベンチっていうのは、固定しなさいということです。だからこのパラソルにですね、テーブルがなくて、でこういう椅子もですね、こういう椅子だったら固定するとかっこ悪いですよね、使いにくいですよね。なので、ベンチ、テーブルとしても使えるベンチのデザインをしないといけないなというふうに今考えているところです。で実はこの話っていうのは本当に許認可が大変で、だからみんな逆に公共用地を使いたくなくなるんですけども、この中之島のパネルの設置ね、これ中之島、新鮮の地下鉄を工事してて、それの仮設のですね、工事の囲いのところを使わせてもらってるんですけども、要はこのエリアっていうのは公園用地なんですね。で河川課が河川も絡んでるので、河川と公園用地と、それから道路が絡んでるので道路課と、それから警察、この4つの許可を取らないとパネル設置ができないんですね。で警察はどんなことを言うかっていうと、このパネルを見てですね、群衆がこうたむろして、それで歩行者の邪魔になったら困るやないかというようなことを言われるんです。こういうこと。いや、僕としてはこういう風になってほしいんですけど、力道山のパブリックビューイングがないんやからなりませんと、残念ながら見ても10人ぐらいですということですね。これを皆さん懸念されています。この写真を見せてもよかったかもしれないですけども、こうはなりませんということですね。こういうことをずっとこう支援する、地元のその熱意をですね、やっぱりこういう管理主体にですね、伝えるために、やっぱりこういういろんな道具も使いながらここまでやっとんねんでということをですね、伝える必要があるのかなというふうに思います。でそこで、VR、 これはずっとこれまでやってきまして、で、2005年の4月ぐらいからですね、会議のごとにですね、大体こう作っていきまして、それでその検討のトピックスに合わせたですね、打ち合わせをしてきました。で VR というのは基本的に 3D の空間をこう扱うものですから、
まあ、それに付随する情報があるんですね。例えば、まあ、計画案を、図面で表示するとか、議事録をテキストとか画像でまとめるとか、先進事例をまとめておくとか、それからもうすでに決まっている上位計画ですね、マスタープランをまとめておくとかですね、それから、まあ、あの参加できない人のコミュニティの機能、まあ、この辺がですね、実は、まあ、テキストとかイメージとかムービーとかであるんですけども、まあ、これを、まあ、ブログを使って、ミドルウェアとしてですね、なんとかこう整備しようと。その上に、まあ、VR をこう乗っけて、継続的に使えるようにしようというふうに、使っています。ちょっとあの VR を見ていただきましょうか。まあ、本当はあの VR の上で全部あの全てのコンテンツがですね、パラでこうパラレルに表示できればいいんですけど、まあ、そこはちょっと今開発をやっているところです。今まで作った高松のコンテンツがですね、全部で見ていただきますと、まあ、これだけあります。この VMO っていうのが、VR の本体なんですけどね、まあ、これぐらいのバージョンを作っていきました。まあ、もちろんこれに持っていくため の, あの作業用ですね、バージョンってはたくさんあります。で、一番初めはですね、どういうものを持っていったかっていうと、この、まあ、この VR をそのプレゼン用の、まあ、ツールとして使うんじゃなくて、スタディ用のツール、要はスタイルフォームを切り張りするようなレベルから、みんなでこう共有をして、それで作り上げていこうというふうに使っています。で、これがその私らがですね、参加するように決まってから次の会議ですね、まあ、大体1週間ぐらいで作らないといけなかったんですけども、まあ、現地測量をしましてですね、それで現状のデータだけをとりあえずこう作って持っていったという段階になります。これは現状ですね。とにかく寸法を抑えてですね、それであるものを入れた。という状態になります。で、実はマスタープランの時に、シェードを使って、CG をこれ作ってましたんで、そのシェードのデータをですね、とりあえずもう持ってきまして、それで、3次元に入れています。この絵はだからシェードの人間の森っていうシリーズのデータベースがそのままこう来ているわけですね。で、とりあえずもう商店街も箱だけをこう入れて、作っている状態になります。この辺もいい加減ですね。春風堂さんが並んでおりますけども、まあ、こういう状態でとにかく、見てもらいました。で、2ヶ月ぐらいですね、経ちますと、ある程度こう、まあ、要素として何を入れるかっていうことが、決まってきます。あとで、まあ、プロセスちょっと見ていただきますけども、まあ、それを入れ込んだバージョンが例えばこういうものになります。これはまず日英のですね、検討もしないといけないだろうということで、まあ、影の表示なんかも入れてますね。で、とにかくその現状のデータっていうものをですね、もうちょっとこうリアルに入れましょうというところです。それで、初めにですね、やったことは、その計画案をですね、パッとこう見せるんじゃなくて、まずこの広場がどんだけこうたくさんの要素で占められているかということをみんなでこう共有しましょうということをやりました。で、全部こう要素をですね、分解しまして、で、こうケヤキをですね、一本ずつこう消していくんですね。おもくれを消します。おもくれを消します。で、こうベンチを消します。で、街灯を消しまして、電柱を消しまして、標識も消しまして、ゴミ箱を消して、レアボックスですね。で、自転車。で、分電盤、分録というですね。で、人。まあ、消しますと、順番にこう消していきますと、皆さんその地元ですから、普段からこうイメージがあったんですけど、やっぱり消してみるとですね、あ、こんなに実は空間があるんやな、ということが分かってくるんですね。で、さらにまあ、3年ぐらい前にはですね、この交番をまあのけましょうというような、実は陳情があったんですね。で、警察の方に張り合ったらですね、住民さんが 100% 賛成と言ったら、のけることを考えましょう。まあ、考えましょうというところがまたちょっとあれなんですけども、そういうふうなことがあったんですが、まあ、その時は残念ながら 95% しか賛成が集まらなくてですね、それでまあ残った状態なんです。ただまあ、いっぺんまあバーチャルでですね、交番をのけてみましょうかと。
まあ、これあんまり警察さんがおるところでやったらまずいですけども、まあ、バーチャルでとりあえず乗りましょうか。ちょっと舞台の袖に下がっていただきましてですね、見てもらいますと、このこれ三丁ドームっていうんですけど、こちらのですね、あの広場、三丁ドームの側とそれから広場の側がですね、こう一体的にこう使えるなということがお分かりいただけると思うんですけど、中に入ってますけども、でこういう段階からですね、徐々に脅威をこうしていきました。で最近どのくらいのレベルになってきてるかといいますと、まあ、周りもですね、だいぶこう入ってきました。でこれは現状データですね。あのポイントはやはりその現状ね、CG の場合は現状をそのいかに汚く作るか、要は現状らしく作るかというところが、まあ、課題ですね。あのCG の場合結構きれいに作るのは簡単なんですけど、汚く作るのは結構苦手なんですね。で綺麗に作れちゃうと、もう線でええやんかと、綺麗やんかと、マジな自体が。だからいかにその現状らしく、例えばこう曲がってるとかね、こう曲がってるとかですね、それからもうこういう汚らしい看板が転がってるとかですね、そういう表現をいかにこう丁寧にやるかと。で、どうしてもこう会議のテンポってありますから、間に合わないところはとにかく置いておいてですね、まずその全体をこう作っていくということも大事かなと思います。で例えばあのそういう例で言うと、こういう樹木もですね、とにかく初めは二次元の写真をとりあえずポンと置いといたんですね。ただそうすると詳細なその日程の検討もできないし、やっぱり地元の人の撮ってみると、この欅っていうのは右側がこう折れてるんですね。これがないと地元の欅はないというふうなイメージがありますので、とにかくあとはですね、こう3次元で入れて、で剪定をするということでモデリングをしていきました。でこういうふうにしてどんどんこう入れていきまして、で、いろんなこう角度から見ていくんですね。まあ、こういうふうにして、ずっとこうつながって見てもらうことができるようになっていきます。まあ、この先はこれついたてなんですけども、この辺のモデルを作るのは学生さん上手いですね。あの非常にやっぱりあのデザイン勉強してるだけあって、あの上手いなと思います。まあこういう感じですね。こういう風に作っていきます。で、まあこういう現状がある中で、計画案というものに、今度はシフトしていくわけですね。とにかくね、もう初めにこう綺麗なものをお見せできますと、なんかこう私自身がね、こう手品師のように見られてしまうんですね。あのなんかうまいことこう言いくるめられちゃうんじゃないか、まあ、そういうふうな、ものがあります。ですから、まあ、まずはこう信頼をこう作るというところから、始める必要があったんですね。で、まあ、まずはこれは舗装パターンはとりあえず入れてるんですけど、まあ、両側通行帯、真ん中をこうパラソル、この時はまだパラソルを固定しなさいとか何も言われてなくてですね、とにかくその競技会としての気持ちをこう伝えた案になるわけです。でこれに合わせて夜景ですね。夜景もこれあの照明器具の配合のデータも入れてシミュレーションをしています。でこれはちょっと少し前のプランなんですけど、やっぱりその広場にですね、誘導効果があった方がいいんじゃないかということで、まあ、こういうあの LED をですね、埋め込んだ照明をとりあえずご提案します。ただこの辺はですね、やっぱりこう周りの照明の環境がかなりこう影響するんじゃないかと、要は周りが明るすぎるとあんまりこう目立たないんじゃないかな、まあ、いうようなことも、懸念材料としてはありました。で、まあこういうパターンもあれば、少しですね、まあ、街灯をですね、立てるのをやめて、まあ、こういうふうな仮設のですね、構造物を持ってですね、パラソルもうまくこう構造物とこうリンクしながらですね、間接照明を加えてデザインをしたらどうか、まあ、こういうふうな提案もですね、行っています。
で、まあ、最終ですね、最終になってくるとかなりこうディテールの話になってきます。で、私はこういう型持ちのですねパラソルが本当に綺麗なというふうに思ってたんですが、そのフォローとして連続しておかないとな、置くとですね隣とのこう関係が出てくるんですね。隣がこう影響してくる。なのであんまりやっぱりこう連続すると美しくないなというふうにこう思えてくるんですね。で、やっぱりこう固定のですねあのしやすさとか、まあ、施工性ですね、そういうことを考えていくと、まあ、こういうふうに中柱の方がですね使いやすいんじゃないかというところがあります。で、それはあの一気でもう少し大張りのものですね、配置したらどうか、まあ、こういうふうな比較検討なんかもこう行っていくんですね。で、一方で、まあ、あのほとんどパラソラーが決まったんですけども、この秋にですね、地元の方が変わりまして、また参加してきましてですね、で地元にいいアーティストがおるから、ここをアートの発信地にしたらどうやと、マスタープランにもそう書いてあるというような話がありましてですね、それでパラソル案、まあ、我々はパラソルをしたんですけども、パラソル案とアート案というのを、コピーしましょうという話になりました。で、とりあえずこれはアート案をですね、まあ、入れた状態です。これについてはちょっとまた後で、見ていただくことにしましょう。で、あとはその舗装のパターンですね。舗装のパターンも、いろいろですね、後でまたこれも紹介しますが、照明の、舗装のですね、メーカーさんとコラボレーションしながら、デザインを決めていっているところになります。まあ、こういうのが、まあ、概要ですね。まあ、いうことをまず決めました。で、地元負担でやるときに、じゃあ阪大とね、その町づくりコンサルに頼みましょうや、まあ、いうことも同じで決めました。で、初めに言われたのは、設計者、専門家に頼むと、こうまずは奇抜なものを作るんじゃないか。それから、提案してきたものは反論できないし、高くなるんじゃないか。というような話がまず言われましたね。で、やっぱり、ちゃんと言うと、その限られた予算、地元もなけなしのお金を出しますから、限られた予算の中で、まとめ上げるのがですね、まあ、設計者の役目です。当然ですけどね。で、またその費用対効果、要はトータルがこれ1000万しかないですけども、実は1000万の中で舗装がいいのか照明がいいのかツリープロテクターがいいのか何がいいのかっていうことを、まあ、費用対効果も考えて広場に集まる仕掛け作りを考えましょうと、まあ、いうところを約束して我々も参加したんですね。で、証明ができるということも、まあ、昨日 の北のですね、ああいう事例を紹介しながら、認めてもらった、信頼を持ってもらった、まあ、いうところがあったんです。で、まずその我々が入ってやると決まってからは、その協議会の案を作らないといけない、まあ、そういう作業ですね。で、その空間をどうするかということと、それから運営をどうするかと、まあ、いうことですね。で、たまたま、まあ、似た、広場ということで、神戸のですね、南京町の広場。これが大体同じぐらいの大きさで、それでまたうまいこと使ってたんですね。あと、まあ、徳島の新町川の道路、ここも非常にうまいこと使ってます。で、その辺に、まあ、ヒアリングを